舞鶴市三条通り、矢島通りと並び舞鶴市の繁華街であった東舞鶴とは、舞鶴市の東半分。1938年8月1日に市政を施行し、1943年5月27日に舞鶴市と合併するまでの東舞鶴市に相当する。東舞鶴は、一般に、よほろ、やしま、北急などの東半分の地域を指し、 マイズル市役所が置かれている。また、城下町として栄えた西マイズルと違い、1901年にマイズル府が設置され、軍港として発展した。その際、現在の東マイズル駅前にあたる浜地区は京都市に習って5番目の道路網を形成している。産業面では、マイズル港があり、マイズルの総工業出荷額の約20%を占めると言われる。 ジャパンマリンユナイテッド、マイズル、平工業団地には、日本板ガラスなどの企業も多く立地している。また、旧日本海軍が整備したヨホロ川水源は、今も東マイズルの水源地として、多くの市民の飲み水となっている。東マイズル市は、1938年8月1日に、新マイズル町、中マイズル町、志楽村、倉橋の村、 よほろ村が合併して、市政を施行し、1942年8月1日には、東大浦村、西大浦村、長来村を編入した。だが、太平洋戦争の拡大により、東西舞鶴に軍需施設が点在するようになり、軍との一括管理の名目のもと、海軍によって合併を要請され、1943年5月27日には、 舞鶴市と対等合併し、新たに舞鶴市が設置されて消滅した。しかし、東舞鶴は明治時代からの軍港から急速に発展した都市にあるのに対して西舞鶴は戦国時代からの城下町から発展した都市であったため、住民感情に大きな相違があった。そのため、1950年には住民投票で舞鶴市を 再び東西に分割する案が成立するが、京都府議会によって否決されて終わった。そのわだかまりは、今でも残っているとされ、現在においても、市長選挙や府議会議員選挙などにおいて、東と西の対立は否めないものがあると言われる。市長東西舞鶴市でも、東舞鶴地区の方が人口が多く、比較的商業施設が充実していたが、近年は、 西舞鶴でも大型商業施設が立地するなどしている東舞鶴市に関するカテゴリーありがとうございます。